はい、こんにちは、こんばんは、白銀の鳩です。今回は昨日からピックアップが来ている四季さんのピックアップについて引いた方がいいのかというお話していこうかなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。というので早速見ていくんですが、四季さんに関しては、5月の3日から5月の10日までピックアップ来ているという感じです。でちょっと動画投稿してるのがね、5月の5日ぐらいになっていると思うんですが、そこはちょっとご了承ください。ちょっと動画撮るのスパンがね短くなってしまったんでごめんなさい。というのでね、いろいろお話ししていくんですが、結論、個人的になんですが、フジノン狙いだった場合引きに行ってもいいかなと思います。チキさん狙いは正直ちょっと微妙かなっていう感じかな。まあ、フジノンはね NP30% チャージとかいろいろついて使い勝手がいい星4限定アタッカーになりました。四季さんに関しては弱くはないんですが、めっちゃ強いかって言われると、やっぱり他のキャラクターと比べるとパワーが1個落ちちゃうなっていう気がするので、まあそこ考慮した時に、まあ無理して狙いに行く必要っていうのはあんまりないかなと正直思います。というので、まあ四季さんとフジノン軽く性能解説していきましょう。まず四季さんですね。四季さんに関しては3回強化来ております。まず第1スキル、自身に無敵貫通状態3ターン付与し、アーツ性能を3ターンアップ、敵全体の即死耐性を3ターンダウン。第2スキル、自身の攻撃力を3ターンアップし、精神異常耐性を3ターンアップ。第3スキル、自身の NP を 30% 増やし、味方団体の HP を回復、 NP を 10% 減らすデメリットという感じです。でこの子に関してなんですが、一応 NP30% チャージ持っているんですが、味方団体のね NP を減らしてしまうということで、ちょっと他のキャラクターが身動きが取りづらくなるよっていうスキル構成になっております。では、まあ、上からね軽く話していくんですが、まず第1スキル、無敵貫通3ターン、アーツ性能3ターン、即死耐性ダウン3ターンに関してなんですが、無敵貫通はシンプルに強いです。ギミック対策できるというのでめちゃくちゃ優秀で、アーツ性能アップ、防具回転率上げることができるんで優秀です。で敵の全体の即死耐性3ターンダウンに関しては正直そこまでです。なぜかっていうと、即死が発動すると、まあ、結局のところそのバフって1ターンでよくねっていう場面がめちゃくちゃ多いんで、これが自身の即死成功率アップとかだったら話は変わるんですが、即死耐性ダウン3ターン入れられたとしても、まあ、結局使う場面ってほぼほぼないよねっていう話になるんで、あんまり使わない、まあそこまで強くないと思ってもらえれば OK です。で第2スキル、自身の攻撃力アップ、シンプルに使えるバフ要因ですね。で精神異常耐性アップ、これもそこまで使う場面ないかな、魅了とか食らいにくくなるよっていう感じなんですが、っていう感じです。で第3スキル、自身の NP30% 増やす、これは普通に便利で、 HP を回復、まあこれもねちょっと耐久で使えます。ただ NP を 10% 減らすデメリットがあってしまうんで、実質四季さんに打ったら30増やして 10% 減るんで、結局宝具打てないじゃんっていう感じになるし、他のキャラクターとかに打ってしまうと、あこの 10% のせいで他のサーバントの宝具が打てなくなったっていう感じにもなるんで、ちょっと使い勝手的なことを言うと悪いかなっていう感じです。先に NP 減少してから NP を増やしてくれたらまあまあまあっていう感じだったんですが、まあちょっと順番が逆になっているので、っていう印象です。まあそこら辺も加味した上で、四季さんに関してスキル構成悪くはないんですけど、ちょっとここ良くないねっていう点がちらほらとあるよという感じです。でそのまま、根源接続してるんで旧アーツバスター性能上がっておりますっていうぐらいかな。で対フォーリナーの攻撃的性も持っております。で宝具に関しては敵全体に強力な防御力無視の攻撃、確率で即死効果付与、オーバーチャージで確率アップ、味方全体の弱体状態を解除し、味方全体の NP を 10% 増やすという宝具になっております。でまず防御無視の攻撃、これシンプルに使えます。やっぱギミックでね防御力アップしてくるキャラクターっていっぱいいるんで、それの対策として使えるのは悪くないからの確率で即死効果、これに関しては使える場面っていうのもあったりはするんですが、即死運用する上では四季さんってそこまでめちゃくちゃ倍率の高い即死率ではないので、まああんまり使わないかなっていう印象があります。で味方全体の弱体解除、これ普通に強い。で味方全体の NP10% 増やす、
まあ、アーツパで運用しようって思った時に、チキさんが宝具打てば味方全体 NP10% 配ってくれるんで、宝具回転率を上げることができるってことを考えると悪くないかなと思います。というので、チキさんの性能はこんな感じ。まあ、全体的にね、やっぱりスキルと宝具構成が昔2016年産のサーバントとなっているんで、めっちゃ強いかって言われるとそこまでです。強化も入っているんですが、ちょっとここうーんっていう要素もねちらほら多かったりするんで、俺個人としてはめっちゃ強いかって言われると、まあ、そこまで強くないよねっていう印象があります。で、次フジノン見ていきましょう。フジノンに関してなんですが、第一スキル自身のバスター性能を3ターンアップし、防御無視状態を3ターン付与、 NP 獲得量を3ターンアップ。第2スキル自身に必中状態3ターン付与し、 NP を 30% 増やす、スターを獲得。第3スキル自身に最大 HP が2000減る状態3ターン付与、デメリット非ダメージカット状態を3ターン付与、ガッツ状態を1回の3ターン付与というスキル構成です。で、この子に関しては、まあ、めちゃくちゃシンプルで分かりやすいかなと思います。まず第1スキルバスター性能アップしてくれるということで、宝具の火力が出しやすくなりますからの防御無視というので、まあ防御力アップしていようが関係ないよっていう感じ。 NP 獲得量アップに関しては宝具の回転率を上げてくれるんで悪くないからの第2スキル必中状態3ターン付与してくれるので、シンプルに、回避相手に強い、ただ無敵相手には強くないんでご注意ください。で、 NP30% チャージが追加されたので、単純にね宝具回転率が上がるようになった、高くなったっていうのはシンプルにいい点になってるかなと思います。アペンド 20NP30%NP50% 霊装で宝具が打てるっていうのは強いです。で、そこからスター獲得でクリー運用も可能。で、第3スキル自身の最大 HP が2000減るデメリット、これね結構痛いんですが、まあ正直ね最大 HP が減るっていう感じなんで、 HP が1万の状態でこの第3スキル切ったとしても8000になるわけではないので、まあ、そこはうまいこと活かしてあげると、あ、実質デメリットじゃないよねっていう話になるんで、そこは悪くないかなと思います。で、非ダメージカット状態で耐久もできる、ガッツで耐久もできるって考えると、まあ第1スキルと第2スキルでバフガンガン出していってギミック対処して、第3スキルで耐久するキャラクターと思ってもらえればいいかなと思います。で、この子に関して宝具は敵単体に超強力な超巨大特攻の攻撃、オーバーチャージで特攻威力アップ、強化無効状態1回の3ターン付与、攻撃力3ターンダウン、オーバーチャージで効果量アップとなっています。で、この子に関してシンプルにね超巨大特攻を持っているということで地味に使えます。で、この超巨大特攻って思ったよりレイド戦とかで刺さる場面多いんですよ。なので、この子普通に使えます。ただの強化無効状態1回の3ターン付与してくれるんで、宝具打てば打つほど強化無効がついて相手バフしても意味ないよっていう状態を作ることができる。そして攻撃力ダウンをつけてくれるんで、第3スキルのダメージカットと相性がいいってことを考えると、シンプルにフジの使い勝手がいいキャラクターになってるかなと思います。星4のアタッカーで言うと希少性があるプラスと珍しい特攻を持っているんで、使う場面っていうのは結構あるかなという感じです。ということで、早速フジノンとシキさん運用していこうかなと思います。やっていきましょう。で、今回に関してはまあちょっとシキさんの方でちょっと使い勝手が悪いところをちょっといろいろお話ししながら、フジノンの超巨大特攻がどれぐらい出るのかっていうのを見ていけたらいいなと思います。ではまず、シキさんの第3スキルですね、ここ見ていきましょう。これ味方単体に、使用することができるんですが、シキさんに運用せずにまず味方単体に使用してみましょう。こうなった時に自身の NP30% 増やしてくれるんで、ここだけ見ると便利です。ただアルトリアの NP が 10% 減ってしまったということで、まあうまいこと使ってあげないと、このターンで宝具打ちたいのに打てなくなっちゃった、やべえ事故ったっていうねことがあったりとかするんで、そこだけご注意ください。で、そのまま HO アーツ性能アップとかいろいろバフ打つだけ打っておいて、ぶん殴っていくっていう感じなんですが、まあ四季さんの即死ですね、これに関してはね正直ねそんなにっていう感じで、相手銀エネミーとなっているんですが、即死がめっちゃ刺さるかって言われると、まあこんな感じで刺さりませんっていう感じになるんで、まあ基本は火力を出すっていうのをメインで見てあげたらいいかなと思います。で、
四季さん宝具打った後に NP10% を味方に配布してくれるんですが、それによってフジノンの宝具がね溜まったということで、ここは普通に強いかなと思います。でそのまま第1スキル、まあ、ついでに第3スキルも切っておきましょう。これ最大 HP 減らすということで体力が1万になりました。ただこれデバフ対策になっている、デバフ扱いとなってるんで、キャストリアとかを使うとまあここ解除されます。ただ減った HP は返ってこないんで、そこだけご注意ください。でそのままフジノンでちょっとぶん殴っていきましょう。で巨人に関しては超巨大特攻が刺さってくれるということで、シンプルにいい火力出てくれます。単体相手に今どれぐらい出てた、多分20万ぐらいは出てたんじゃないかな。そうですね、23万程度で、これマスタースキルとかそれ以外だとあれですね、光小屋とかと合わせてあげるとさらに宝具の火力が上がってくれるんで、そこはシンプルに強いかなと思います。で、そのまま、敵3体出てくるところやってきたんですが、まあ、ここは基本宝具打てないということで、フジロンの追加スキル見ておきましょう。この子 NP30% チャージして、第2スキル、スキルマックスだと貯めてくれるんですが、それと同時にターンも獲得してくれます。なのでこういう感じでマイティチェーンとかうまいこと活かしてあげると、クリティカル運用が結構強いっていうやり方をすることができます。ただこれに関してはまあ NP チャージを優先するか、スター獲得を優先するか、どっちをメインで見るかによってちょっと運用方法が変わってくるので、ここだけは注意が必要かなと思います。いや0時切らんでいいや。まあこんな感じで運用することが可能となっております。で実際四季さんとフジノンに関してはまあところどころ使える場面では使えるんですよ。ただやっぱりね、めっちゃ強いかって言われると、チキさんに関してはほどほどで、フジノンに関しては超巨大特攻が入れば強いっていう感じになっているんで、まあそこだけはちょっと注意が必要かなと思います。ただ両方とも期間限定のキャラクターです。まあ引いても損はないキャラクターとなっているんで、もし狙いたいなって思う方は狙ってみるといいんじゃないかなと思います。以上ということで、今回ここで終わりにしたいなと思います。最後まで見てくださった皆さん、ご視聴ありがとうございました。参考になったよって方はぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それじゃあバイバイ。